お帰りなさいプロデューサーさん外でのお仕事お疲れ様です <laughs> 私もついさっき事務所に着いたばかりなんですよプロデューサーさんも一息つきませんか今ちょうどお茶を入れたところなんですどうぞ京子特製ほうじ茶です温まるでしょこれからもっと寒くなりますしプロデューサーさんも体を大切にしてくださいね 風には注意ですよはい次のお仕事のお話ですねこれが資料ああ素あな旅館前乗りって聞きましたけどここに泊まるんですかシックで和モダンっていうんでしょうか大人っぽい雰囲気ここでゆったりしたら 私も大人の女になれちゃうかも家族旅行はいつも弾丸ツアーでしたからそれも楽しかったんですけどゆったり過ごす旅行にも憧れてたんです見ててくださいねプロデューサーさん当日はゆっくりとくつろいで五十嵐京子大人の女になりますから 気持ちいい紅葉と滝はまさしく絶景であとはやっぱりバラブロかな見た時びっくりしちゃったもん雑誌でしか見たことなかったし <laughs> プロデューサーさん私が大人っぽく過ごしたいって言ったの覚えててくれたんだやっぱりプロデューサーさんも 結構ロマンチストだよねそれにしてもうん甘くていい香りあとでお礼を伝えなきゃプロデューサーさんも同じようにゆっくりできてればいいけど明日の打ち合わせでちょっと忙しそうだったなせめてこの素敵な香りだけでもおすそ分けしたいな そうだ私がゆっくり使ってこの香りになればってそれだと私がプロデューサーさんにすっごく近づかないといけないんじゃダメダメ別の方法を考えようウ熱くなってきちゃったもう少しゆっくりしたいけど伸ばせる前にプロデューサーさんに会いに行こうかな